2.23 長岡大会第0試合はリナ、築山和歌、桜井舞によるフューチャー王座挑戦権争奪マッチ。両国2連戦初日の挑戦となる第一勝者はリナ。この後登場するハナンが防衛すれば史上初姉妹でのタイトルマッチとなる。第二勝者は DDM に加入したばかりの桜井舞。築山に差を見せつけ両国2日目の挑戦権を獲得した。そして第一試合フューチャー王座戦、両国へベルトを持ってリングに上がるのは交互桃かハナンか。果たして明るく激しく新しくそして美しく世界が注目する女子プロレス、 We are Stardom。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。もちろんチャンピオンになって自信を持って、リングで見えるボディというのはその大きく見えるものですけど、ただ今成長期でもあるでしょうからね、土台がすごくしっかりしてきましたよね。まだ17歳ですからね。そうなんですよ、まさに成長期ですからね、はい、まだまだ伸びます。はい、まあ、そしてキャリアを重ねてベルトを取って、非常に試合運びももう落ち着いたというかね、ドンと構えるものになりました、はい、そうですね、やっぱり一つ冠を持つということはプロレスラーにとっては非常にステップアップレベルアップにつながることですから、これからベルト、ね、体感重ねるにあたってこのまず一つ目のベルトを取ったというのは大きいですよね、キャリアの中では。さあしかし後方は反転式のクロスボディ、これは大きい一発となったか。いいバランスで打ちますね、ここ、はい、さあこの次が大事になってきます。対角線に振ってだが同じ技でやり返す。ただやっぱり花のが一つ上ですね。このパワーアップ、いわゆるウェイトアップでこれダメージ増してますね。そうですね、やっぱり交互なかなか立てなかったですよね今。チャレンジャーとしてはどんどん攻めていきたい交互もも。とにかく先手先手、チャンピオンよりも多く手数を出していきたい。エルボーだが、打たれれば打たれるほどチャンピオンの波乱熱くなってきます。チャンピオン3倍返しですね。さあこれをかわしてトランスティック、顔面を捉えました。なかなかの角度で打ちますね。今伸びがありましたね。伸びがありますね、剣量。そして619、そしてチャレンジャー桃が、交互桃がスワンダイブを見せるか。ミサイルキック、ね、いいドロップキックも持ってます。さあ技をつなげていきたいところですよ。大きい技を立て続けに、おーおー、今危ないですね、チャンピオン。危なかった。いや、やっぱり頭部にダメージ重ねてますからね。これいけますね、交互意識が少し飛んでいるのかもしれませんよ。さあチャンスとなった、この技リストクラッチ、ネクターピーチを狙っていきますが、これはチャンピオン呼んでダブルリストアームサルト、返せるか、返した。今交互はフィニッシュ狙いましたけどディフェンスされましたね。そうですね、ただこのやっぱり花と交互の試合刺
違いは一発の技に対するダメージの深さですね。うん、やっぱりハナンは重量感ありますし、技が的確ですね。その牙城を何が何でも崩していきたい。さあ掴んだ、ネクターピーチ。あ、形が崩れた、ね、そう、意地を見せるんですけど、腰をね若干痛めてますから。どうだ、どうだ、これスープレックスホールドになったら決まったかもしれませんね。そうですね、ブリッジ完璧だったら危なかったですよ、チャンピオン。確実にチャレンジャー交互ももがチャンピオンを追い込んでいます。ダブルハンマー、負けられないチャンピオン、フェイマサー。はい、いい技だ。さあ、ホール、おー、スローキャッチ狙ってたか。カウント2。いや、交互考えてきましたね。そうですね、頭使ってます。そして裏カウント、決まるか、決まるか、決まる、カウント2。攻める攻める攻める。さあ、交互、今度はラ・マヒストラル、決まるか。なかなかいいつなぎ、技のつなぎはいいですよ。いい攻めですよ、これ。交互、もう一丁もう一丁。だが、スクリューハイキック、キックですね、ハイキック。今ちょっと交互に気持ちの隙ができてしまった。顔面ガラキでしたよ。そうですね、こうちょっと交互頑張って動いてもらいたいですね。ね、やはりね、気持ちが切れないこと大事ですからね。そうですね、ハナンもあそこまで持っていかれると、もうここは決めに来るでしょうね。集中しなければいけない、はい、あそこまで攻め込んでおきながら、あっという間に形勢を逆転していく。さあ、来るぞ来るぞ来るぞ、ボールドか、決めました。いや、もうタイトルダッシュのルアカ戦からもう V1、 そしてこの試合と全ての決まりでバックドロップホールドですね。自信を持った一発ですね。いや、説得力ありますよね、角度もね。岩谷真由からのアドバイスもあった、この反りですよ。第8代フューチャーオブスターダムチャンピオン、ハナンが2度目の防衛に成功。チャレンジャー候補もあと一歩届きませんでした。さあ、これによってチャンピオン防衛ということはですよ、来月の両国大会、まあ、すんなりいけばですね、はい、3.26 でこのハナンは大江戸隊のリナと、そういうことですね、タイトルマッチ防衛戦を行うことになりますかね。あ、そういうことになりますかね。続きますね、大きな拍手をお願いいたします。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービス、スターダムワールド。試合はもちろん、オリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。スターダムナンバーワンスピードを決める戦い、ハイスピード選手権試合、30分一本勝負。チャレンジャーとして姿を現しました、クイーンズクエスト高速爆弾娘、あずみです。2020年7月、第19代王者として君臨したあずみ、今回キッドを倒して、その腰にベルトを巻けば、約2年ぶり2度目の戴冠となります。迎え撃つチャンピオン、第21代ハイスピードチャンピオン、大江戸対闇に踊るスカイタイガー、スターライトキッドです。2021年8月、前王者ナツボイからベルトを奪取。ここまで5度の防衛に成功しています。今日のこのあずみとのタイトルマッチが6度目の防衛戦。
だがキッドが見ているのはその先です。もっとその先です。狙うのは最多連続防衛記録の更新。現在その記録保持者は第12代王者であった岩谷真由の9回。その9回を超えることを自分に課しています。その9回の防衛が徐々に見えてくるタイミングでのこの6度目の防衛戦で、目の前に立つのは永遠のライバル、まさに好敵手、安住です。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。キッドと安住の関係、ライバルでもあり、そして互いをリスペクトする間柄でもあり、そして大きなプライドを持つ者同士、仲間だった時もあります。そして今は敵、勝ちたい、負けたくないという思い、その一つの答えがこの長岡で今ゴングです。さあ早い、さあ上になった、小技エビ固めの切り返し、カウント2。今度は安住がマヒストラルと見せかけた安住寿司、これもフェイントに使った、加速していく安住、それもよく見ています。スターライトヒット、集中力を一瞬たりとも切らすことができないハイスピードの戦い。セカンドコーナー、巻き投げ、ヘッドした安住、足を払っていきます。これぞハイスピードという言い方もできますが、大江さん、はい、これぞ安住 VS キッドですね。まさにそうですね。いろんな思いがぶつかり合うと、こういう序盤からすごい展開になるんですね。本当そういう面で見ても、総合的に見てもそうなんですけど、やっぱりこの2人はキッズ時代から戦って、数知れず戦ってますからね。もう手の内2でも3でも先も分かり合ってる2人なんですよね。もう特にこの早い展開の中での2手3手先を読むというですね、この2人ならではの攻防です。チャンピオンのキッド、闇に落ちていてもやはり安住への思いというものはしっかりと残っています。安住とならば最高の試合ができる、最高のタイトルマッチができる、そして私がベルトを防衛するという思いがスターライトキッドにはある。場外です。ああ、サッカーボール、蹴り上げた、サッカーボールキックヒット。いや、今日は安住気合入ってますね。そうですね、感情が前に出つつあります。安住にとってもこのハイスピード王座は、うわー、いって、ここ見てくださいよ、この青森長岡のこのいわゆるコートの床ですからね、バスケットコートの、そこにアームホイップ、さらにはキッドのケブラーだ。攻める攻めるスターレットキッド。やはり大江さん、飛び技に関してはキッドさすがですね。そうですね、あと距離感だとか、技が的確ですね、キッドは読みがすごく命中しますね。さあキッチャーマン、カウントは2。ちょっと宇多選手、安住押されてきましたね。そうですね、もうさっきのも結構強烈そうだったんで心配なとこありますね。
ヒットの勢いか、今立っているポジションの違いというものが徐々に明確に現れてくるのか。おお、飛ばせません。なんだあれ、おお、これはアズミ、いや戻っていく、だがそこにキックを叩き込む。ヒットのリストを掴んで逃げられない状態にしている。あ、これなんだなんだ、ほらマリンスパイク突き刺していきました。なん、この位置関係なんでしょう、これ何、何かなりの助走つけてますよ。なんだ、え、対角線場外にいるキットに対して、おお、いや、宇多美選手、あれはリスクありましたが見事でしたね。いや、もうさすが安住さんです、すごい。これ鉄柱越えのプランチャスイシーダはもしかすると初めてかもしれませんね。はぁ、すごい動きが早いですね、安住さん、すごい。さあ、ここは安住のターン、この斜めから刺さるダイビングフットスタンプ、カウント2。体重バッチリ乗ってました。そしてミスカー、すごい、この腕の絞り、この腕の絞りが宇都宮流ですね。逃したくない、逃したくない、腕も取って回転十字架がどこから行ってきますよ。腕が、腕を取るか、来るか、このアズミの 腕攻めはね、やっぱり一級品のもの持ってるんで、スターライトキットもかなり警戒しています。そうですね、今最後までさせなかったんですよね。足を取って、さあこの足4の図式のスープレックスを狙いましたが、おお、今の腕殺し、あーっとキック、これ宇多美選手完全にアズミはもう腕への布石を作ってますね。いやいや、狙ってますね、さすが安住さん、スピードもですけど技術が本当にすごいですね。まさかピンポイントか、ピンポイント、これはさすがにスターラートキットを腕にもらうわけにはいきませんでした。安住が動く、安住が動く、近づいてくるが、逆襲のナダル式アームホイップ、キットもチャンピオンも腕がきつそう。あ、今も腕をガードしたが足を掴んでい、試合は10分が経過しています。強烈な DDT をもらいながらも立ち上がろうとするアズミ、そして DDT を仕掛けたキットの方がそこまでの蓄積ダメージによって簡単に動く、おお、いや誘っていたか、横折り式の指が攻め、カウント2、ならば今度はアズミがバックに回ると見せかけて逆さを抑え込みはフェイント、そこからのインサイドクレードル、ぐるぐる回るローリング式のインサイドクレードル、どっちが上だ、アズミが上だ、今度はキットが上だ、あーカウント2、いや止まらない、あ、来た、あー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 、惜しい、来た、来た、アズミ、アズミ女子は研究され尽くしています。カウント2、アズミ女子への対策というのはキットは練ってきてますね。これは今の動き見るとそうですよね。そうですね、やはり勝負を決める一発というものは相手に警戒されます。フィッシャーマンズスクリューだが、キットの方もかなり消耗している、チャンピオン消耗している、すぐには動きません。
やはりヒットにしてみればトップコーナー、この空中殺法で安住との差を見せせるか。旋回式ボディープレス、必死になって返していくチャレンジャー安住、空中殺法で流れを作っていくチャンピオン。このチャンピオン、この永遠のライバル安住との戦いに新技エターナル4で決めると予告している。その形に持っていくか。ここ天罰を切り返す。だがキッドもまた上、カウント2、捕まえた。もう一回行く、もう一回行く、ここを天罰返した。いやー、宇多部選手今のはヒヤリとしましたね。いやー本当そうですね、ちょっと焦りました。心配安住さん。さすがここまで5度の防衛に成功しているチャンピオンのスターラッドキット。もう一度この風当たり寿司、当たり寿司、決まらない。安住寿司決まらない。ダブルニーアタック。いや大江さん、安住寿司が決まらないとなってくるとですよ。いやでもお互いのダメ、ただ金藤もまだ死んでないですよ。チャレンジャー安住まだ手は残っているのか。先に階段を登っていったこのスターライトキット、安住よりも激しく濃いチャンピオンロードを歩いてきました。さあ予告通り、まず大戦ですよ、まず大戦ですよ。よくないよくない、いかかない、いかないいかないいかない、体勢が崩れました。これを持ってかれると厳しいですよ安住は。まあいいね、初公開の時にもらってるんで、あれパートナーね、宇多部選手でしたもんね。そうですね、いやエターナル4、ここは食らわないでほしい。あの技の威力というものはすでに1回味わっています。だからこそチャンピオンのキッド、ここでここで決めたい。決めるか、この瞬間を待っていた。肩が止まらない、すごい角度、すごい角度、嘘でしょ。いや今一気にもうおる勢いでしたね。あれを食らってていうか、おじさん何エターナル4を食らう瞬間を待っていたんですかね。いやでもそこまでとダメージを受けた後のあの返しがもう本能的なものじゃないですかね。本能ですかね。あーならばスタースープレックスホールドを狙っていく。打たせない、打たせない、もう一度引っ込んで、もう一度安住寿司、寿司がダブルで打っていきましたね。だが決着はついていません、決まっていません。バス、おお、腕を抱え込んでくる。来た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 、安住腕を取りたい。でも大江さん、はい、腕を取れるとすぐにもうキットが動いてますね。そうですね、ただ肘は決まってますよね。ただこれより安住はこれより厳しい攻めをし、厳しい腕と抜けましたね。抜けました。止まったらやられる、そんな恐怖心の中2人はこのハイスピードの王座をかけて戦っています。安住もね、元を食べるとシュートボクシング出身なんですよね。最初はね、一番最初はシュートボクシングなんですよ。だからキックも素晴らしいですよ。安住がなんだこの体勢、あーわー、カナディアンデストロイヤー、決まるか決まるか、カウントです。ここでカナディアンデストロイヤーを出してきた。会場どよめきましたよ。選手、はい、感じてますね。いやすごい感じますね。こんな熱い安住さんもなかなか、あのクールな、あのクールな安住が感情を爆発させている。ベルトを取りたい、そして
願い通りとか言っていた通り、もう最後は凄まじいテクニックで、最後ね、あの前腕の内側に、あのヒットの内側に腕を絡めてアームバーですよね、ものすごい伸び方してましたよ。あれはさすがにタップですよね。大江さん、だってあれ、あの例えばエビとか体を動かして逃げようとしてもどんどん決まっちゃいますよね。そうですね、動けない、もうどうしようもなく動けない状態まで持っていった、完璧に決まりましたね。安住、いいとこ持ってきましたね。そして何よりもこの2人ならではの、安住とスターライトキッドでしか見せることのできないライバル同士の激闘。今日はこの今宵は安住が勝ちました。きっとまたやり合おう。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。